14日の自民党総裁選討論会では、争点化しつつある労働市場改革についても議論が交わされた。中でも、解雇規制の見直しの口火を切った小泉進次郎元環境省に具体的な内容を問う場面も相次いだ。企業が人員整理の必要性に陥った場合に4つの要件が求められ、そのうちの1つが解雇回避の努力を尽くすことだ。小泉氏は新たに リスキリング学び直し再就職支援を企業に義務づけると説明成長産業への労働力の円滑な移転を進めることで非正規の方が正規として雇用されやすい社会を作ると述べた加藤勝信元官房長官はそこ解雇に至る前に本人が自発的に行く転職する 道を作っていくために企業がリスキリングなどの支援をすることをむしろ大事にしていくべきだと語った。ただ、4要件は判例を積み重ねたものであり、見直しは容易ではない。石橋元幹事長は、本当に労働者の権利が守られるかはきちんと確認しないとならない、と述べ、具体的にどのように見直していくかを早急に示すべきだとした。米沢文